カワガラスは、スズメモクカワガラスかカワガラス属に分類される、鳥類の一種。南北アメリカ大陸に分布するメキシコカワガラスの、禁煙種。ヒマラヤ北部からインドシナ半島北部、中国、台湾、サハリン、日本、カムチャツカ半島に分布する。生息地では、基本的には流暢である。日本では、北海道、本州、四国、九州、 薬島にかけて広く分布する。流潮として河川の上流から中流域にかけてと山地の渓流に生息する。全長は21から23センチメートル。翼海町は約32センチメートル。体重65から90グラム。ヒヨドリやつぐみより少し小さい。全身が濃い茶色の羽毛に覆われているのが名前の由来だがカラスの仲間ではない。 お葉は短めで黒みの強い焦げ茶色。目は茶色で、目を閉じると白いまぶたが目立つ。死有同色。くちばしは黒く、足は灰色でがっちりしている。味噌サザイを大きくしたような体型で短めのお葉を立てた独特の姿勢をとる。幼鳥は喉から腹にかけて白くて細かい鱗模様がある。平地からは鉱山帯の川の上流から。 中流の岩石の多い沢に生息する。陶器には下流側に生息場所を移動することもある。一年中、単独もしくは、津街で行動し群れを形成することはない。津街形成期には、一夫に妻行動を取ることがある。ピッピッと鳴きながら、早い羽ばたきで、川物上を一直線に飛翔する。頑丈な足で岩をつかみ、 水流の圧力を利用して、川底を歩きながら、水中で捕食を行う。お葉を上下に動かしたり、風切り葉を半開きにしたり、瞬きし白いまぶたを見せながら、石や流木の上で休息する。植生は、動物食。水に潜ってカゲロウカ川ゲラなどの幼虫などの水生昆虫やカニなどの甲殻類、小魚を捕食する。水面上を泳ぎながら、 首を水中に入れて覗き込み、頻繁に潜水する。水中では水底を這うように歩き回って、川底の餌を探し、渓流の素潜り名人と称されることがある。水に潜っている時は、羽毛の間に空気が含まれるため、全身が銀色に見える。親からヒナへ給仕する、様子他の鳥に比べて、繁殖を始めるのが早く、12月頃から、オスが、 さえずり縄張り宣言を行う。団地では1月頃から繁殖を始める。滝の裏の岩の隙間に、苔や植物の根で、半球状のドーム型の巣を作る。岩の影やコンクリート護岸の排水口、橋桁などの人工物にも巣を作ることもある。増創の際の私有の貢献度は、ほぼ等しく分業は行われない。日本では2の6月に一腹4から5個の卵を産む。 放卵日数は15から16日で、メスが放卵する育数は、私有共同で行う。ヒナは21から23日で巣立つ。ヒナは飛べないうちから、水中を泳いだり歩くことができる。オスは12月頃の繁殖期から、ピピピチュシュピッピピューと鳴き始める。セグロセキレイにいた、濁った声で、チーチージュピチリリと複雑に鳴く。ジ鳴キは、ピッピ。本種は、 以下の亜種に分類されている。日本には亜種川ガラスが分布する。国際自然保護連合により、レッドリストの軽度懸念の指定を受けている。個体数は安定傾向にある。日本では以下の都道府県でレッドリストの指定を受けている。河川開発が個体数の減少の原因であると見られている。和歌山牧水により、川ガラスなき、 杉ゆきぬたぎつせの立ち木輝き流る上をと読まれている。アイヌ信用集のコンクはフクロウの神が自ら歌った歌いでは、ワガラスが重要な役割を担っている。フクロウは村の守り神で、すでに年寄り衰えていることを嘆き、それでも最後に、良い死者がいれば天国へ断反を持たせたいという。神々が人間に獲物を貸ししてくれないことへの苦情を述べさせたいというものだ。 それに答えたのが最初はカラス、次は山のかけすだが、いずれもダンパンの内容を聞き取る前にねむりして怒ったフクロウに撃ち殺される。最後に慎み深い態度で現れたのが、ワガラスでフクロウのダンパンをすべて聞きとどめると神々のもとへ向かいダンパンの返事を持ってくる。人間が獲物への敬意を示すのが大事だという返事を聞き、フクロウは後のことをワガラスに預け、 このよう去る。その去り際の言葉がこの歌いだ。というものである。ありがとうございます。